食パンマンって何枚切りですか？食パンマンってすごい金持ちなんですよね。となぜかっていうと、食パンマンって空飛べるにもかかわらず車に乗ってパンを配達したりするんですよね、はい、でこれって全然かけなくてもいい車っていう経費を使って、あとかけなくてもいい燃料代っていう経費も使って、それでも有り余るぐらいの経済力があるっていうふうに考えた方が自然ですよね、はい、金持ちの人って食パン何枚切りのことが多いかなっていうふうに考えると、食パンマンは4枚切りだと思います。はい、すいません。ちょっと何言ってるか分かんないです。